ニワトコは、スイカズラカニワトコ族の落葉低木、または、オダカ木。ニワトコ族は、新しい APG 植物分類体系では、連服草化に移されている。日本の漢字表記であるニワトコは、枝や幹を煎じて、水飴状になったものを骨折の治療の際の湿布剤に用いたためと言われる。中国植物名は、向こうニワトコと言い,い、 庭床は中国で薬用に使われる庭床の仲間であり、中国名で庭床といえば、東庭床を指す。地方により、山田図、田図の木、大の金剛などの方言名がある。山田図は、日本最古の歌集、万葉集にも読まれた呼び名で、大正の鵜上服用を鶴の羽を広げた姿に、見立てたもので、鶴の古名、田図から来ているとする説が言われている。日本での古名は、 宮津小木と称されており、平安時代の本草書、本蔵和名に、庭床、和名宮戸漕木とあり、平安時代後期の歌人源、年寄りの次仙歌集、三木木歌集には、春立てば恵む、柿根の宮津小木我れこそ先に思い染めしかと読まれている。宮津小木の名は、宮津郷木に由来し、紙を切って、木に挟み神前に捧げた平白が、大昔脇を削って作られた。 絹ぬさだったものと推定され、その材料に主に庭床が用いられたとの説が言われている。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、日本国外では朝鮮半島や中国に分布する。山野の林園に普通に見られ、湿気があって日当たりの良いところに多い。団地の産地谷間に自生し、古来より栽培もされている。落葉の低木。 樹形は、株から、よく分子し、枝は独特な古形を描き、高さは3から5メートルになる。幹の古い樹皮は、黒か色で、厚いコルク質があり、深いひび割れが入る。枝はカフハイ色で、皮目があり、若い枝は緑色。枝に太くて白い髄がある。葉は耐性し、奇数上複用で、長さ8から30センチメートル、花のつかない枝の葉は、 長さ8センチメートルの傭兵を含めて4 5トルになる。小葉は長さ3から1 0トル、幅1から3 5センチメートルの楕円形、卵上皮神経、高皮神経、稀に皮神型で、先端は鋭く尖り、基部は円形か、丸いくさび形になり、短い小傭兵があり、円には細居子がある。花のつくしの小葉は2から3体。 つかない枝のものは3から6体となる。夏季は春。今年枝の先端に長さ幅とも3から10センチメートルになる。塩水果状を出し、白く小さな花を多数つける。果敢は計3から5ミリメートルでご新裂し、普通紅白色時に泡紫色でかすかに匂いがある。おすしべは5個で花びらより短い。脂肪は金状で3室からなる。果実は、 長さ3から5ミリメートルになるたまらん系の角化となり、6から8月に暗赤色に熟す。中に3個の種子が入る。果実が黄色に熟す種が稀にあり、君の庭とこという。果実の中には3個の種子があるが、成熟するのは1から2個で、残りは不燃となる。未生、または、差し木で繁殖させる。定食後に、 根元から即芽が,が多数生えるので、2から3本を残して、旧枝を剪定する。若葉を食用としたり、その葉と赤い茎を利尿材に用いたり、また材を細工物にするなど、多くの紅葉があるため、昔から庭の周辺にも植えられた。真除けにするところも多く、日本でも正正月の飾りや、アイヌのイナウなどの材料にされた。樹皮や木部を風呂に入れ、入浴剤にしたり、 花を黒焼きにしたものや前僧を煎じて飲む伝統不習が日本や世界各地にある。若葉は山菜として有名で天ぷらにして食べられる。庭とこの若葉の天ぷらは美味しいと評されるが体質や摂取量によっては下痢や嘔吐を起こす中毒例が報告されている。果実は焼酎に漬け果実種の材料にされる。 春から夏に採取した葉を細かく切って、天日乾燥させたものは小薬になり、鶏と子もしくは、石骨子の葉と称して、民間薬として使われる。水種、利尿、発汗、筋骨座症について薬効があり、便秘、水種、不種を目的に、発いた治療5から 10g を水400から 600cc で半量になるまで戦時、3回に分けて服用する用法が知られている。 座礁には、形容の1 0ムを 300cc の水で煎じて、幹部を温暖炉する。また、古代エジプトでは、糖尿病の症状である多尿の治療のために、庭と好みや新鮮なミルクを混ぜたものが飲まれていたという記録が残されている。枝は夏に採取して、細かく刻み天日乾燥させたものが利用される。打撲、念座、汗も、湿疹、神経痛に、 枝の乾燥品1回量5から 10g を布袋に入れて、浴頭量として、風呂に入れて使用する方法が知られている。枝の髄は太く発達し、若い枝から抜き出した髄を乾燥させたものは、顕微鏡観察の標本用に、生物組織から都市にて薄い切片を切り出す時の指示剤の材料として利用され、今日でもキノコの童貞などで簡易に組織切片を、 得る時などに徴用されている。庭と子はコバの数、形、大きさや果実の色などに変異が多く、この他に多くの品種がある。ありがとうございます。